ポルトガルの皆さん、こんにちは。影山博信です。僕はドラゴンボールや、セイントセイヤの歌を歌っています。皆さん知っていますか？チャーラーチャラーと知ってるかな？さて、僕は日本のアニメシンガーで結成しているジャムプロジェクトという活動もしていますが、今まで、数々の国で歌ってきました。もうきっと20カ国は超えてると思います。そして今回なんと、イベラニメに招待していただいて初めて、ポルトガルで歌うことになりました。ポルトガルっていうと自分の印象の中ではもう本当に、街並みが綺麗な国というイメージです。ヨーロッパ独特のね、綺麗な街並みを、この目で見れると思うと、本当に、楽しみです。僕は5月の10日11日にリスボンで歌います。ポルトガルのジャパニーズカルチャーのファンはぜひ見に来てください。それでは会場で、皆さんと会えることを楽しみにしています。アテジャポルトガル。